戸部町議会では、6月9日から始まった平成28年第2回定例会より、議会中継のインターネットライブ配信を開始しました議会中継は、戸部町のホームページから戸部町議会のページを選び、インターネット議会中継を選ぶことで視聴できるページが表示されます またこの様子はスマートフォンでもご覧いただけます富士町議会としましては開かれた議会を目指して議会からの情報発信情報公開を積極的に行うため議会のインターネット中継録画中継を実施することになりました住民の皆様方にも開かれた議会が、えー、オープンになるのではないかと思っております以上です 私たちの生活にも直結してくる議会の模様をご覧になってはいかがでしょうか。